ぶりの雨、バスは来ないし、傘を買おうか、気がつけばあったはずの財布がない、裏道歩けば上司の誰だ？そういうのです。昨日お話ししたでしょ。今回は破格のギャラが提示されてるんです。さあ早く支度してください。遅い。一体いつまで人を待たせるつもりなの。早川さん落ち着いてください。だっていいですか、くれぐれも相手の機嫌を損ねたりしないでくださいよ。ここの社長さんは金払いがいいので有名なんですから。分かってますよ。中杉だ。おお、こんな美しい女性が除霊を。美しいだなんて、社長さんたらお上手ですこと。今朝の新聞は見たかね。はい。今回のイベントは文化庁と外務省の講演を取り付けている。成功させないことにはいろいろと問題でね。任せてください。この手の事件は我が社が最も得意とするところです。私は幽霊とか呪いとかそんなバカバカしいことは信じない。
ま、一応調査をしてお払いでも何でもしてくれればそれで結構。報酬は小切手でいいかな。金額は好きに書き入れたまえ。これ金じゃない。有限会社の方々ですね。あなたは？サハラ店の企画責任者、小川夏樹と申します。どうかよろしくお願いします。古代サハラ王国は3年前に発見されたばかりで、一般公開されるのは世界的にも今回が初めてなんです。だからなんとか成功させたくって。素晴らしいお仕事ですね。でも本当に呪いなんて。それをこれから調べるのさ。どう、スイメさん。大丈夫、ここにあるもんには呪いなんかかかっちゃいないよ。小川主任、ちょっとお願いします。はい、それじゃ。例の出た形跡があるよ。あ、ちょっと、だって今さっき。こんなところで霊が出たなんて言ってごらんよ。そっか。それよりこの霊障はどうもあの若社長と関係ありそうだよ。中杉社長と？あ！気をつけろ。すいません。小川です。入りたまえ。失礼します。この前の件だが、どうかね、考えてくれたかね。そのことでしたらはっきりお断りしたはずです。堅苦しく考えることはないんだよ。ただプライベートで僕と付き合ってほしいだけなんだ。君をもっとよく知りたいんだ、サハラ店のためにも。へえ、あの社長、夏樹さんに。ですが私は。君の企画をここまで持ち上げてきたのはこの私だったはずだよ。仕事があるので失礼します。あんな小娘、社長のタイプじゃないでしょ。君のような女もいいが、たまにはああやって堅くなまでに自分を守ろうとする子もいい。苦しめば苦しむほど美しくなる。そして最後にはこの手に落ちる。ん？もうビルマから。あ！何してんの、彩香さん。狩野さん。アルバイトですか？その格好似合いすぎですよ。どうもありがとう。社長室はあそこね。ひょっとして言うかも。そう、例のサハラの呪い。失礼します。あ、今取り込んでて。いや、 なんだ君は。見ちゃった。中年。待って、ねえみんな待って、開催日までもう時間がないの。社長命令で深夜作業は禁止されてるんです。また明日頑張りますから。小川さん、長杉社長がお呼びです。まだ仕事が残っています。何をするんです、人を呼びますよ。誰も来やしませんよ。話して話してください。何しやがるこの。手間取らせやがって。ん？な、なんだ。ち。うわ。
この世にはびこる魑魅魍魎、力なき人々を苦しめる亡者どもよ。有限会社代表取締役如月綾香、ただいま参上。光竜英風聖剣。我々はただ社長の命令で。ったく、あの社長にしてこの部下ありね。夏木さん、大丈夫？如月さん、どうして？ああ、いや、ちょっと。あら、夏木さん、この写真、ひょっとして彼氏？まあ、一応。憎いね、この。で、どうなの？この人と結婚するとか？結婚したかったな。はーい、ななみのお手製ケーキもうすぐ焼けますよ。ななみちゃん、ついでにお茶の用意もお願い。はい。彩香さん、サハラ発掘の経緯分かりましたよ。うん、本当？調査隊が遺跡を発見することができたのは怪我の功名とでも言いますか。何それ？調査隊の一人が遭難、その捜索中に偶然サハラの遺跡を発見。遭難した人は？遺跡の近くで遺体で発見されたそうです。当時大学院生だった成田東さん。この人。あれ？あうわあ、失敗しちゃった。やっぱりふくらしこ入れすぎちゃったのかな。ダメだこりゃ。準備作業の遅れに関して役員の中には君の責任を問うべきだという者もいる。それじゃサハラ展は。ま、中止するしかないな。大丈夫、すべて私に任せてくれたまえ。役員を納得させれば済むことさ。私は君の味方だよ。とりあえず今夜の作業は中止したまえ。ちょうだい、成田くん。なるほど、みんな夏木さんのために。はい、こっそりサハラ店のお手伝いをしていたのですが、人に見られてしまってこの騒ぎです。まったくドジね。あ、いえ、あの、僕お酒はあんまり。何よ、さっきから一口もやってないんじゃないの。すみません。じゃあ夏木さんとの馴れ初めなんか聞かせてもらっちゃおうかな。僕たちが出会ったのは大学の考古学研究室で、僕たちはすぐに恋に落ちました。やがてサハラ王国の調査が始まることになり、僕は調査隊員の一人に選ばれたのです。未知の遺跡の発掘は子供の頃からの夢でした。
でも夏希さんとはしばらく離れ離れです。僕たちは約束しました。発掘調査から帰ったら結婚しようって。そこまで言っといてなんで遭難なんかしたの。うはぁ、たかバカな男のせいで泣きを見るのはいつも女なんだからさ。すみません。捜査は難航し、遺跡は発見できず、とうとう打ち切りが決定されました。納得いかない僕は独断で以前から目をつけていた砂漠の中央部へ一人で乗り込んでいったのですが、僕の命が消えようとしたその時、僕は見たんです。夢にまで見たサハラ王国の遺跡を。僕を救助に来た捜索隊がそれを発見して、僕は満足でした。でも彼女に、夏希さんに悪いことを。超がつこうバカちゃんね、あんたは。本当バカです。飲めね。でも夏希さんはこんな僕の命がけの夢を引き継いで遺跡の展示会をなんとか成功させようとしているんです。ところがそれにつけ込んで長杉社長が夏希さんに。とんだセクハラ野郎だったわけだ、あの社長。僕のやることはみんな裏目に出てしまって、本当に僕ってダメです。わかった。え、全部わかったから私に任せなさい。とにかく彼女あのスケベから守ってやりゃいいんでしょ。はい、よろしくお願いします。その代わり君もお化け騒ぎはここまでよ、いい？はい。よし、とうとう決まり番飲みましょう。はい、どうぞ。さあ、彩香さんもどうぞ。カラオケがないのが残念だよね。たまにはアカペラもいいか。歌ってカラオケって。ちゃんちゃちゃんちゃんちゃん。どこが頭やらおけつやら。今日の役員会での結果が思わしくなくてね。このままでは中止するしかないな。そんな。が、私は君の返事次第では強行にやってもいいと思っている。君のためにね。明日の6時晴海の会社の倉庫前で待っているよ。中止するもしないも君次第だ。成田君、いつも言ってるでしょ、冷や酒には気をつけなさいって。いいから、どうやってくれる。中杉社長張るね。でも優香の管轄じゃないなそれ。お役所ってどうしてそう融通が効かないの。そう言われると弱いけど。でも彩香さん、お仕事の方は。夏希さんを守れば成田君はおとなしくしてくれるんだから、仕事の依頼は解決でしょ。第一、これは一人の女性のピンチなのよ。頼りにならない誰かさんになんかもう頼まないわ。彩香さん。約束してください、サハラ店はやると。乗りたまえ。おかしいな、留守みたいですよ。成田くん、会社でおとなしくしててちょうだいって言ったでしょ。はい。彩香さん、狩野です。中杉社長、夏希さんを車に乗せて三浦半島の方に向かってるみたいよ。これってヤバい状況なんじゃない。しまった、夏希さん。あ、待って成田くん。
で見失っちゃ彩香さんに合わせる顔がない。あれもうすぐ葉山の別荘だ。そこなら誰にも邪魔されない。2、3日ゆっくり楽しむ。そんな、それじゃサハラ店は。安心したまえ、スタッフは準備してある。金さえ積めば呪いなど気にしない奴はいくらでもいるさ。それとサハラ店は中止するか。いい子だ。今のは一体。これは。どうしてもその男を許せなかったんです。夏希さん、夏希さん、もう大丈夫だよ。夏希さん、サハラの呪いはこれで消えるから。成田くん、よかった、気がついたわね。キサラギさん、中杉社長、セクハラ男に天罰が下ったの。よかったわね、盛況で。きっと成田くんも天国で喜んでくれてるわ。はい、でもなんだか私思うんです、あの時助けてくれたのは彼じゃないかって。そうね、ひょっとしたらそうかもね。Chào mọi người, và hôm nay bên em lại về một chiếc Vios E số sàn sản xuất 2018. Chiếc xe biển miền trong màu trắng. Nói chung tổng thể chiếc xe thì vẫn còn khá là mới vì mới đi được 2 năm thôi. Vios là một trong những dòng rất là bền, đi tiết kiệm nhiên liệu nữa. Nếu mà ai mà có tính toán thì có thể mua xe này. Nó bền. Tuy nhiên là xe như xe quốc dân, nó phổ biến, không hẳn là xe sang. Xe này gọi là toàn gọi là xe taxi thì cũng đúng. Tổng thể chiếc xe còn khá là ok. Từ sơn si cho đến đèn cho đến mọi chi tiết.
nốt La Giang còn mới này. Xin nhan tích hợp trên gương tay nắm cửa mạng Chrome, nói chung là nó cũng đầy đủ cả. Về chơi mưa, nhưng con này còn khá là mới đấy, 2 năm nhìn thực tế nó cũng rất mới, không phải nhìn cho qua video đâu các bạn ạ. Đây nội thất bên trong, keo chỉ thì nguyên zin rồi. Nội thất kem, chứ nội thất bên trong thì cũng còn rất là mới. Các bạn có thể đến xem trực tiếp. Nói chung là từ vô lăng cho đến cần số, cho đến phanh tay, mọi chi tiết. Da ghế còn rất đẹp, chứng tỏ cũng không đi quá nhiều. Khi lúc nào da ghế rất nhăn thì các bạn biết là đi rất nhiều. Đây hàng ghế sau còn rất đẹp các bạn. Xe này thì kể chạy taxi thì cũng còn rất mới, vì da ghế như này thì chứng tỏ là cũng không đi nhiều, kể cả nó là đang chạy taxi. Và thực tế thì nó cũng chạy taxi nhưng mà cũng chả vấn đề gì. Cốp thì phân khúc hạng B thì cốp nó cũng chỉ như thế này thôi. Sedan này cốp cũng còn khá rộng, nhưng phân khúc hạng B nó cũng còn hạn chế. Máy móc thì rất là đẹp, để nói thật kể chạy gì 2 năm rồi thì cũng máy móc nó vẫn còn phải nguyên bản, nó không thể nào xuống cấp quá là các bạn ạ. Khi mà dọn dẹp vệ sinh thì máy còn rất là mới. Và chiếc xe này thì bên em đang giao bán với giá là 310 triệu. Bao rút hồ sơ, vận chuyển toàn quốc. Với những máy móc thì mọi chi tiết của nó thì còn ok. Kể cả đây là xe chạy taxi dịch vụ thì 2 năm thì cũng không chạy quá nhiều được các bạn ạ. Vì vậy là khi khấu hao của xe chạy dịch vụ thì là cái giá này là rất là đẹp, hợp lý rồi. Và ai mua liên hệ sớm với em nhé. Xin chào tất cả mọi người. Số điện thoại ở trên góc trái màn hình đấy. それじゃ本当にこれでいいの？僕はもう死んだ人間です。彼女を幸せにすることはできません。顔を合わせれば辛くなるだけです。彼女のことは空から見守っていくことにします。君っていい男よ、成田くん。え、そうですか。それじゃあ失礼します。彩子さん、ん、聞いた？長杉デパートの社長交代だって。ちょっと、どういうこと？公金を横領してたのがバレたんだと。長杉社長はお縄だし、うん、国税庁の監査は入るし、大変みたいよ。それじゃあ、うちの支払いは？ちょっとやばいんじゃない？I'm not afraid to die.
突如現れた謎の密教集団ハジャ。魔物を次々退治する彼らの前に有限会社は倒産寸前。しかも狩りの警部補には闇の魔の手が襲いかかった。次回有限会社、君を帰れ我が胸に、ラバーカムバックトゥーミー、如月彩香が引き受けます。彩香さん大丈夫ですか？